国会議員の歳費については河井安里氏が2019年の参議院選挙をめぐる買収事件で当選無効となったものの返納する規定がなく強い批判を浴びていました公明党が4割返納できるようにする案をまとめ与党として次の国会での法改正を目指すことを確認しました秋までに行われる衆議院選挙を前に 政治と金に対する批判を避ける狙いもあります。自民党は当初、慎重姿勢を示していましたが、今回歩み寄った形です。